本日はタラのムニエルです。タラ2切れ食べても100キロカロリー以下なのは優秀すぎ。付け合わせに使うニンニクをみじん切りにします。実はこの後全部落としてチューブ使うんですけど、次はタラに小麦粉をまぶします。ダイエットなのでできるだけ薄くまぶします。粉系は予想以上にカロリー高いのでできるだけ少なく済ませましょう。両面しっかりまぶしたら準備完了。今回もフラフォー用意していきます。調理にバターがあり、それだけで十分な脂質があるので調理油は使わない方が良いです。油の香りが料理に欲しい時もあるけど我慢するしかない。まずはバターをフラフォーの上で溶かしていきます。バターがしっかり溶けたらその上にタラを乗せて焼きます。塩コショウを忘れずに適当にかけます。前作った時塩コショウを忘れて全然味しなかった。両面しっかり焼いたらお皿に移してフライパンに残ったバターを使って簡単な付け合わせを作ります。まずは一口サイズに切ったほうれん草としめじを加えます。そこに醤油を小さじ2杯 10ml 加えます。ほうれん草がしなしなになるまで炒めたら仕上げの味付けにニンニクを加えてさらに炒めます。みじん切りニンニクは落としてしまったのでチューブで代用。付け合わせも盛り付けたら完成です。白身魚は量を多く食べれるので良いですね。付け合わせもニンニクと醤油とバターが効いてて、単品でもタラと合わせて食べても美味しいです。結構しっかり量を食べれますし、ダイエット中の方はぜひ作って食べてみてください。このチャンネルの再生リストはお茶碗一杯合わせても500キロカロリー以下になるダイエット飯、タラ料理、鮭料理、エビ料理といったような食材ごとの再生リストをどんどん増やしていき、皆様の体づくりの役に立つチャンネルにしていきます。チャンネル登録、高評価、コメントどれかしていただけると本当に励みになるのでお願いいたします。今回のインスタの質問募集でもらった回答、ちょっとLINEで話してるだけなのにいい感じの女の子がいるって周りに持って話す、悲しいね、いやほんまに人の話なのに自分の人生の出来事みたい、モテない人って同じことしてるんかなってぐらい共感できる回答多い、持って話すぐらいならいいけど、さらに辛いのはその女子にも持って話してたのが伝わった時ね。そんなつもりないんだけど、キモまでがセットね。うわ、フラッシュバックした。ほぼソウマトウヤン。